いや先生ね、ほんとにあのね電子書籍って怖いですわ。本当に怖い。漫画をちょいちょい買うんですけど、昔の漫画があったりとかして色がついてたりするわけですよ。さっきも言いましたけどね、ドラゴンボール、わ綺麗、こんな、あドラゴンボールこんな綺麗なのなんつって、あそうなんだ、読んでるとね、あーこっからよあんまりこう覚えてないなみたいなとこ出てくるんでね、うんうんうん、これ、ね、買っちゃう買っちゃう。あの重さがない分買っちゃうのよね。なるほどね。500円、1000円、1500円と買っちゃうのよ。これどうしましょう先生これね。でもね、もう本棚に入れなくていい、まあ、それの良さもあるけど、かさばらないってやっぱいいよね。いいんですよそれがね。出費のドミノが止まりませんねこれね。一巻だけっていうのはもうね、もう15巻全巻買うのと一緒ですからこれ。大人にとって怖いですね。怖いね。怖いですね。本当にね、皆さんどうしてますかっていうこともありますけれども、ね、うん、頑張ってお仕事しなきゃっていう毎日でございます。頑張りますよ。はい。さあ今日の話題やっぱ代表戦でしょこれね。そうですね。いろんな YouTube 見ちゃったこれ。あ本当。いろんな YouTube ね、普段辛口の人もみんな褒めてた。ね、いやそれはそうでしょやっぱりね。褒めるしかないもんな。まあ、口々に課題もね、やっぱり言ったりしてますけども、やっぱり、おおむね、やっぱ皆さんね、こう、ここのとこの試合の中で一番こう見てて、痛快だったっていうとこじゃない、うん、そうだね。ね、いろいろ見ました？いや、僕はいろんな記事見ましたね。ああ、なるほど。僕、ニュース記事というか、ね、文字読めないんで、もう動画しか見れないんですけど。漫画までしか文字読めないんでね。パキ、ボゴ、ボゴ、フーとかしか読めないんでね。いや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 、ごめんね、見る若の動画、文字ばっかりやっちゃって。どういう安いに喋ってくれるから。ラジオと一緒ですから、ありがとうございます。文字は読んでないです、僕、いつもね。はい、いやー、まさ、俺、それにしてもさ、やっぱ一番今回の代表で面白かったのが、じゃあ、ほいな。試合後だったなってのがあるんですよね。試合後。試合後にね、ほら、皆さん、こう、選手の皆さんって、お着替えとかした後、はい、インタビュー望まれるじゃないですか。ああ、はい。そうそう、記者の方々、ね。なんとかゾーンね。そう、ミックスゾーンね。うん、あそこにですね、爆音流しながら取材エリアに現れた2人組がいるんですよ。どういうことですか？ヤンキー、ね、ヤンキーじゃないですか。はい、どういうことですか？久保建英と、ゴールキーパー中村航輔の2人が、取材っての一人ずつ応じるんですけど、二人が肩組みながらラテン系の音楽をスピーカーで爆音で流しながらやってくるっていう。もう海外すぎて外人になっちゃったってことですね。それはそれぐらいテンション上がる試合だったってことですね先生ね。そういうことですね。なるほど、なるほど。最高ですね。その二人仲いいんですね、意外にね。いやなんかね、中村氏ほら久しぶりの代表になったって感じでもあるんですけど、なんかもともとほら代表選手の皆さんでバスとかでこうどなたかが結構音楽かけるとかっていうのもあったりするんですって。はいはいはい、言いますね。だから久保選手がこうスペイン系の音楽流すと、はあ、なんでそれなんだよってみんなから批判食らいまくってたんですって。はいはいはい、もともとね。はい、だけど今回流したら中村航輔選手がおそれいいじゃんってなって2人でいきなり意気投合されたらしくて。その投合の仕方ももうあの外人の仕方ですよ。右脳と右脳がつながるみたいなことでしょこれね。喋ってないけどフィーリンググッドみたいなことでしょ。そうなんです、ね、日本人同士の仲良くなり方というか、もうお二人はもうこう長すぎて自分のことを日本的な感じでも捉えてないでしょもう、ね、そういうことか。そうだね。でも言ってましたねこれ、誰か言ってたんですけど、久保建英はもう、ラリーガではもう日本人っていう扱いではないって言ってましたね。そうだよね。あんなだってペラペラ喋りますし、ね、うんうん、なんか、バスク地方にあるんでしょ。で、スペインってのは結構民族社会だったりするから、うんうんうん、バスク人ぐらいの扱いらしいですよ。そうだよな、なんかな。ね、そしてだから場所で言うとね。ね、取り立てあいつ日本人だとかじゃないみたいですよ。いやーちょっと異質だよね、彼はね、やっぱりね、そういう文化もよりね面白くなっていくんですね。そうですね、面白いなと思いましたよ。どんな音楽聴いてるんでしょうそれね。そうですね、プレイリスト作ってほしいね。iTunes でね、見たいよね。久保と ね、 ね、中村浩介の仲良くなったプレイリストね。面白いですね、それね。いいね。あとね、試合終わった後に、記者の皆さんから、はい、
か逆質問みたいなというか、なんかちょっとそういうのもちょっとあったらしいんですけど、はい、あのなんか実はね、あんだけなんか日本代表、まさに皆さんボール持ってたように思うと思うんですけど、支配率が、ね、40% ぐらいしかなかったんですよ。ああ、なるほどね。そう、うんうんうん、で当然だから試合中はデータなんて分かんないし、うん、選手の皆さん、まあ、言われたら、まあ、持ってた時間は五分五分か向こうはちょっと長いのかなっていうのも、まあ、そうそうそう、そうは言われたらそうかなと思うね。チャンスはこっちだったけど、そうなんか要は持たせてたじゃないですか、うん、はいはいはい、はい、結局あのポゼッションってあの後ろでボール横パス回している時間帯も、うんうん、いわゆる保持率になってしまうところがあるから、そうね、そうね、その、まあ、意味がないって言ったら失礼ですけど、うん、はいはいはい、その時間帯を除いて考えるんだったら五分五分か日本の方が上だったんじゃないかってぐらいですよね、うんうん、ね、ね、昔ほどそういうあんまこだわらない感じでね、うん、そのパーセンテージにはね、そうですね、はい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 、でもだから日本がね、うまくプレスできてたりだとか、うん、あとはパスコースがないっていう風にさせてたっていうことだと思いますから、はいはい、よかったなと思いますねという形です ね、 ですね。で代表の皆さん的にもその 40% しかなかったことについてどう思いますかって記者の方に言われて、うん、一応に40% しか僕ら持ってなかったんですかって答えてたらしくて、あ、それはでも本人たち以外なの、そうだから、うん、もっと僕ら持ってると思ってましたっていう、うんうん、そんな感じなんだって。へー、だから主導権みたいなね、うん、ことは持ってたんでしょう。主導権 60% ぐらいの気持ちでやってたんでしょう。だからまあそういうことでしょうね。いいことですねこれはね、うん、間違いなかったんじゃないかなと思います。逆質問っていうのは違うでしょ先生。俺もね言い方間違えたなと思って喋ってたんですけどそうそうね、びっくりした、うんうんうん、まあ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 、あまり喋り慣れてないんで僕はちょっとご勘弁ください、うん、そこら辺ね。記事はどういうのあったんですか。僕文字読めないんで教えてください。なんだっけ、それでどっかでやったんだけど、ね、うん、ちょっとね忘れちゃったから、うん、忘れちゃったよそこら辺に。これはっていう記事とかっていうのは僕なんかちょっと見たりしたけどな。あー、うん、でもねやっぱりあったろう、うん、ここですよね、はい、あのアタッカーの皆さんに対する高評価ぶりがすごく高かったかなっていうのが森保監督の談話というかが載ってましたね、うんうんうん、あ、やっぱ今回2試合に関して良かったり良かったっていうところをまず述べていらっしゃったのと、はい、次そのドイツ戦あるけど9月に、はい、あのドイツと同じ目線で戦えるメンタリティを持ってるみたいなコメントを出させて、なるほど、逆にドイツはうちらと同じ目線で戦うメンタリティを持ってらっしゃるんですかね。ね、2連敗されてましたよ。見事にクアドラードのやつ真ん中でドカーン決められてましたよ。まあ、確かに。ヘディングで。アーリークロスから伊藤純也と古橋に同じのやられますよ、あれ。ドイツ目線で言うと。ね、一番次の相手として日本なんかやりたくないでしょ、ハンジー・フリック選手。選手や監督。もう逃げたいでしょ。だその前にどうにかしておきたかったよね、ドイツとしては。そうでしょう。だってもう連敗連敗、こいつどうすんだ。わあ、今度はあの、お目を注げ、次はアジアから来る日本だ、あのワールドカップで我々をやったっていうね。そこでまたケチョンケチョンにされようもんなら、これはもう解任でしょ。ちょっと危ないかもしれない、ね。ドイツなんてその解任しないのにね。ないのに。これはだって感情的にもあるでしょ。そうだね。ここは負けられんってきたらもういろんなことやってくんじゃないの。いやー、深夜に電話してきたりとか、すごい、ホテルに。でも、だから、ちょっとワールドカップ以上の公式戦みたいな感じになるかもしれない。ね、そうですか、うん、ともすればね。その気持ち的にはね、負けられなさで言うとね。そうですね。あとはね、はい、日本代表じゃないところの記事も結構上がってたんですよ、まず。何ですか、お隣韓国の話、はいはいはい、あのエルサルバドルと戦ってたんですよ、うん、日本がペルーと戦ってる時、うん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 、なんと 1-1 で終わったんですよ。あ、我々が 6-1 で倒させていただいた、6-0で勝ったチームに対して、エルサルバドル、はいはいはい、1-1、そうなんですよ。で結局ワールドカップ開けてからクリンスマン新監督が、まあ、率いてるんですけど、はい、2分け2敗、まだ勝ってない。韓国ってクリンスマンなの監督。あ、そう、新監督になりました。かっこいい。うん、はい、ただです ね、 もうこれコメントが残ってるんですけど、はい、あのソン・フンミンがインサイドハーフみたいなことやってるんです。おー、なんで、なんか、はい、いつも通りのやり方でいわゆるやる、その左ウィングとかで使うってなると、はい、多分その我々が本当にやりたいやり方がすぐバレちゃうから、うん、アジアカップまでに対策されて我々勝てなくなっちゃうから、うん、先にいろんなことやっときますみたいな感じなんですよ。ただそのいろんな仕掛けやってる間に勝ってないっていう、うん、ちょっとドイツ調子悪いね全体的に。ドイツの方クリスマンとか
なんでやねんっていう状態です、ね、そういうこと言ってくれてんだ。そうなんですよ。おバレちゃうからっつって。でもただ、うん、あのじゃあ普段だったら封印グレ使うってことを明言しちゃうんだったらなんかもうバレてるようなもんじゃねえかなちょっと思ったりもしたんですけ ど、なんか煙に巻くようなやつなんですか、それ。まあだと思うんだけど ね自分で巻いた煙幕でどこ行っていいか分かんなくなっちゃうタイプじゃないの。ちょっと僕もそう思っちゃった。大丈夫かなっていうの心配。わかんないですよ、ね、本番になったらすげえ強いかもしれないし。あ、不気味ではありますね、アジアカップ。まあ、逆にね。こうやって盛り上げていかないと楽勝ムードになっちゃってますんでね、今ね。あ、これは全然何やってくるかわかんないですよ。注意ですよ。ちょっと待って、これアジアカップ明日やろう、もうこれ。調子いいんだから今のうちやろう。そうだよね。アジアカップってこれいつなんでしたっけ。1月から1月ですね。バーッとやっちゃうんでしょ、その間にね。そうえ、アジアカップってその何か期間内で、ね、終わるんだっけ。終わります。それ面白いよね、それね。いやでもね、まさ、うん、大変よ。何俺ってかね、うん、あのね、ワールドカップの予選があるの。いやいや、うん、俺ね心配してんすよ、アジアカップ結構。何本当に呼べんの？ヨーロッパ組って。あ、そういうこと？うん、あら、あら、どういうこと？だって公式戦期間中ですよ。うん、ああ、リーグ戦。リーグ戦やってる間なんで。始まっちゃるわな。ドイツとかだと、そのウィンターブレイクとかがあるんで別に問題なく呼べると思いますけど。そうか、はい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 。でも例えば竹とか呼べんのと思って。ああ、中心性、オフ中心だもんね。今までそうか、うん、来れてたのはある程度こう控えと 1.5 分みたいなところもあったっていうのもあるのか。チームが拒否とかもある。アジアカップってその FIFA の拘束力とかないんですか。あの AFC だからか。そうなんだよね。関係ないってこと。そうだから、まあ呼ばれたらってのはあるけど、やっぱ心情的にというか、だってアジアカップで戻ったらスタメンなくなるよ、はい、まあそういうのもあるよね。そういうのあるよね。だから日本人としてはいや、アジアップ来いやってなるけど、うん、何この間浦和のね、あの彼がギニア代表の試合。ああ、ホセカンテね。ね、ホセカンテ。うん、いや、ね、アフリカネーションズカップがどう出てもいいだろうって言っちゃうじゃん、やっぱり。いや、そうなんだよね。うんうん、気持ちわかるじゃん。向こうからしたらそうだもんね。いや、なんでアジアカップってそんなのつって。お前、ヨーロッパのお前、ど真ん中でレギュラーでやってるやつが、アジアカップってなんだよってことでしょ、向こうからしたら。そうなのよ。その辺の難しさもあるわね。実際もう、タケはコメントを残してて、スペイン紙の方で。はいはいはい、はい。確かに、代表のために戦いたいけど、行くのは怖いっても言ってんですよ。うん、ああ、まあそうだよね。コンディションも、あれだしね。決して怪我とかあったりするしな、そういうとこってやっぱり。そうなんですよね。でもだから、うん、そうなってきた時には J リーグ組ってことになるのかなという。それもいいね、それもいいじゃない、うん、こっちはこっちでまた大変で、うん、はい、アジアカップは、まあ、日本優勝するじゃないですか、おそらくね。しよう、もうこれからはもう国内組で取っちゃおう。じゃあアジアカップは取っちゃおう、ね、取っちゃおう、うん、ピンポンパンポン。お知らせだぞ、なんだこれ。はい、今シーズンのリーグ戦は12月の2週目ほどまであります。あ、 J リーグ、 J リーグね。あ、そうか。でそれ終わった後に浦和の皆さんはクラブワールドカップに行かれます。あ、でさね、でさね、ちなみに浦和、甲府、川崎マリノスの皆さんは、後半戦10月11月12月は ACL の予選をやりながらリーグ戦も戦っていきます。うん、どう、うん、はい、でそれやって12月の後半から、日本代表の、練習合宿が始まります。忙しいな。そして1月アジアカップです。忙しいな。帰ってきたら富士フイルムスーパーカップが始まります。始まっちゃう。オフがない。誰がやる？じゃあもう。高校サッカーの優勝チームで出る？じゃあもう。だからね、ちょっとね、日本代表からするとね、その別に、俺は優勝すると思ってるけど、優勝しなくたってそれはね、多少しょうがねえんじゃねえかって思うぐらいですよ、日程名は。アジアカップっていうのは昔の夢か。じゃあ、何回も取ったしな。なんか別に優勝しようがしなかろうがあんま変わんないなって思いますね。アジアカップティナもう代表の鳴らしみたいな、ネクスト代表の鳴らしみたいな感じで優勝、軽くもちろんね、優勝してほしいぐらいのあれか。そんな絶対に全力で取らに行かなきゃいけないっていうことではないぐらいの余裕を持つ。それだけヨーロッパ組も増えたし。そうですね。もっと気を取るためにっていうことで。そうですね。ここでアジアカップに力入れすぎて開幕から調子悪くなりましただと、なるほど、ちょっと
ねえって感じがしますね。いやでもやっぱりエンターテイメントとしては見たいわね。そうなんだよね、アジアカップね。あとね、まず皆さん、そんなことも言ってきたけど、やっぱほら、ワールドカップに向けて今回のアジアカップって俺めちゃくちゃ有用だと思ってるんですよ。有用、はい。だってほら何回も言ってるけどさ、グループステージ、あ、ワールドカップの、そのグループリーグか、で絶対あからさまな格下が生まれるわけじゃないですか。そういうことですね。次はね、そういうことですね。そこはだって日本に対して超ドン引きしてくるわけでしょ、あのコスタリカ以上のというか、めっちゃドン引き。そういうことですね。うん。うん、そのチームからディフェンダー剥がして剥がして、ちゃんと2対0、3対0とかっていうふうにできるかっていうのは大事だと思ってくるんで、そしたら今のアジアでもそういうのを練習としてというか、やっていくのは結構大事なんじゃないかなと思います、ね。はいはいはい。まあ、だから頑張ってとしか言いようがないんですけど、我々に対しても。ドン引きクラッシャーズを招集するしかないですね。日本中、ね、日本中から。ね。ドン引き、この、自分ドン引きこのミスっつってね。そうですね。彼らをね、呼ぶしかないですね、これ、ね。だミドルシューターズもありですよね。ありかもしれないですね。伊藤博樹を筆頭とした。確かに大変。まあ、ドン引きクラッシャーズが一番の A 代表なんでしょうけどね。トータル的な、ね。ドン引き、それ、それつながうまいんでしょうけどね、その方たちが。なるほどな。そういうことになっていくんですね。そういうことですよ。さっきの話は面白いな。楽しいね。え、あの、ワールドカップ、え、オリンピックは？うん。予選はいつ？1年後に。予選はいつ始まる？予選？うん。予選に関しては、はい、来年っていう形にはなる。だってもう来年の夏オリンピックなんでしょ？あ、正式に言うと、うん、今年の秋にまずはその一次予選みたいな感じになります。うん、はいはいはい。で、来年の4月くらいに、アンダー23アジアカップってのがあります。ああ、なるほど。それも楽しみだね。で、そこで、勝ってようやくだから、オリンピック2、3ヶ月前になんないと、いけるかどうか分かりません。珍しくない？そんなの。違うのよ、まさこれも。忙しい。みんな。すべてはカタールワールドカップのせいです。ああ、もうずれ込んじゃってんの？そう、本当は、去年の、はい、あ、ごめんなさい、今年の1月に、はい、フル代表の方のアジア、ごめんなさい、今年の夏にフル代表のアジアカップがある予定だったんです。はい、ああ、なるほどね。で、アンダー23の方は来年の1月にそれを行う予定だったんですが。ね、アジアカップって夏のイメージあるもんね。か、冬ですよね。そうかな、もちろん。川口さんとかの時は夏だし、ああ、そうか。長友さんが左クロスでのリータ・ダナエ選手が決めたやつは冬でした。ああ、冬でしたか。ああ、そうですか。はい、うん。はははなんだけど、今回それでもうフル代表の方のアジアカップが1月になっちゃったからずれ込んで春に23の方やるってことになっちゃったんですよね。だから大変っすよ、結構日程が。いいようにね、本当。皆さんね。はあ、はあ、多いよ。いやだからね、俺は来年のアジアカップ本当のフルフルメンバーっていうよりも、はい、フル半分プラスパリでいけばいいんじゃないかなと思ってます。ああ、なるほど。1月パリで行っておいて、なんとなく鳴らしといて、あ、なるほど、アジアでの戦いこういうことねって分からしといて、アンダー23アジアカップでちゃんとパリのオリンピックの代表権を取る方が大事。でも彼らも J リーグだ、海外だ、忙しい人たちでしょ。まあ、だけどさ。大変ですよ、これ。大変ですよ。そうですか。はい。はい。まあ、という形でございますと。ありました。忙しいなんて言ってられないですね、我々もね。もうすぐだって、すぐだき、すぐもうワールドカップの来ちゃうから、そんなこと言ってるうちに。来ちゃったから、これね、一生懸命働きましょう、これはね。頑張りましょう。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。お待ちとさせていただきます。ということで、働けど、働けど、漫画に消えていく井上真央でございました。働けど、働けど、米に消えていくのを見せたとでございました。それもありますけどね。ねありがとう。米食うていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ほな、ほなじゃね。毎日やってまいりました。またー。よろしくお願いします。バイバーイ。お米待ってまーす。バイバーイ。どういうことですか